士部は通常攻撃が白霊と同じく全て魔法ダメージになります。またスキルが敵に命中するとマークを付与し、通常攻撃は敵を貫通するようになっています。スキル1は指定方向へ雷を飛ばし、当たった敵とその敵の後方にダメージを与えます。マークがついている敵にはスローが追加で付与されます。スキル2は使用後少しの待機状態から戦場系に雷を振りダメージを与えます。外縁部はダメージの比率が大きいです。マークがついている敵に当たると1秒間スタンさせます。スキル3使用後は発動のディレイが消えます。スキル3は指定方向と反対側へ移動します。マークがついている敵に当てるとノックバックさせます。スキル使用後は次の通常攻撃の範囲が増加し、マーク付与、通常攻撃と移動速度が 30% 増加します。必殺技は指定方向にレールガンを放ち、範囲内の全ての敵にダメージを与えます。マークがついている敵は追加でダメージを与えます。覚醒すると射程が 1.5 倍かなり広くなります。おまけで茂み待ちのコンボを一応紹介しておくと、1、3、2、ウルトは確定で入りますので、かなり早くスキルを回す必要はありますが、茂み待ちからこのコンボでワンパンできると思います。今回は先日実装された三坂美琴、こちらのミッドレーンでの運用したアリーナご紹介していこうかと思います。すいません、フルパでやってますが、味方、敵含めてかなりピックがぐっちゃんぐっちゃんになってますので、まあその辺は触れないでいこうかなというところでお願いします。ただしかしこの試合、内側のレートより敵側の方のレートの方が高い状況になってますので、まあ相手見てわかる通りかなり強い人たちがフルパで来てるみたいですから、まあ金額が魚魚の人だったりとか他も含めてかなりゴージャスな敵で、まあゴージャス豪華な敵になってますから、まあそういったところも含めて見ていただければなと思います。まあスキルの上げ方についてなんですが、まあ、なんだかんだ言って1上げ安定なのかなという気がしますが、4スキルになりますので突出したスキルの上げ方って実際できないような仕様になりますから、まあそういったところから、まあ、2、3上げ1アイアウトでっていうのも方法の一つとしてはありかなと思いますが、まあ基本は1上げで高回転なのかなという気がしなくもないですね。で、まあ、他のレーンにガンクに行く際のスキルの回し方は3からですね。3、2、1、ウルトが安定的に強いと思いますし、レーン制の場合であれば1、2、ウルトなのかなという気もしますね。こういう時はもうマークつけてますので、1でスタンさせて、なんか2か、2でスタンさせて、あとはタゲだけ持って味方に切るというような形ですね。タゲ持ちはなるべくジャングラーではない人が持った方が、いいと思いますので、まあ、ああいう場合はミッドレーナーであっても持ってあげてもいいのかなという気もしますね。ここもね、逃げてる敵に対してスキル2を普通に詠唱すると発生が非常に遅いので、まあ当たらんですね。なので、まあそういったところからも含めて、まあ1、3、2みたいな感じでやってもいいのかなって気もしますが、まあ基本的には連戦で1、2のコンボでやるのが無難なのかなと思いますね。ただまあスキル説明を読めばわかるんですが、マークがついている敵に対して2スキを当てても、あくまでめまいするだけなので追加ダメージではないですから、2スキは基本的に外縁部で当てるっていうところを気にした方がいいかなっていうところぐらいですね。まあ何も言う前なんですが、まあ、ちょっと変な画面が出て大変なことになっちゃいましたね。で、装備ですね。ここもまあ最後の方に今回装備触れないかなって気はするんですけど、正直何がいいかマジでわからんですね。ただまあいろいろと使ってみた結果、3スキの後の通常攻撃の強化が割といいものがありますので、イメージ100目みたいな感じでいいのかなって気はしちゃいますね。っていうところから、まあ、A 型を個人的には好んで作りましたが、まあ、何が正しいかわからんです。で、まあ、下ですね、3、1ダイブこかれて無理かなと思ったんで私は捨てましたが、外事が全力で走っていったのでトップサイドおられるといけないからトップをカバーでこれは入ったという形ですね。まあ、一緒に今やってる方、結構何度かやってる方が非常に多いですから、まあ、大体、意図はわかるのかなっていうところで、ここも、しっかりミッドレーンを外事がカバーしてくれたので、まあ、ミッド寄ろうかなと思ったんですが、あのままミッドウェーブ押しそうな感じがしたので、じゃあいっかということでトップを再度押すという感じにしてます。で、一応茂みからのコンボも悪くないので必ず1を当てて1、2、で3隙折って通常1でもう1回ウルトで締めるという感じで戦えますね。ちなみに1は最初外しましたが、まあ、こんな感じって言ったらですけど、こんな感じですね。やべやべ、こういう時はもうフラッシュ連打こいた方がいいですね。で、タワー下もしっかりタワー下でこちょこちょすれば
みたいな感じのすごい雑ダイブでしたが、まあタワー下で頑張ってみましょうみたいな感じ。ああいう時はタワー圏外に出るよりかはしっかりタワーのタゲを敵に当てながら戦うっていうことを心がけると割と粘れます。そういったところから MMA プロゲーマー積んでおくと序盤のタワーダイブワンチャンありますね。まあそれぐらいですかね。でごめんなさい、今回に関しては、本来は A 型を積みたいんですが、見てわかる通り敵の編成が魔法に偏っているので、まあ、そういったところから牙ですね、ヘビ牙使っちゃってますね。ここはちょっと雑すぎたかなって気もしますが、一応こんな感じでコンボできる。でスキル説明の時に、触れなかったんですが、通常攻撃が貫通するっていうのはあの触れてたと思うんですけど、これを活用すると今のシーンが3スキ前ブリンクして、通常攻撃するとその通常攻撃が貫通するので3スキのマークつくのが複数につくんですね。そうすると何がいいって、その複数についた敵に対して2スキ当てると複数めまいするんですよ。その後1ウルトみたいな感じのコンボができるようになるので、割とその3インからのコンボっていいですし、まあ、レーンの時にこういう感じでマークつけてるやつに対して3でファームすることもできますから、まあちょっとブリンク使わないといけないので門獄の2スキを使ってファームするみたいな感じになっちゃいますけど、敵が対面いなくてそんな問題ない状況であれば3スキも積極的に使ってファームしとくと割とファームは早いですね。まあスキルの戦い方は本当に1位に後ろからパカ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 していく感じですので、まあ立ち回りとしてはモーバみたいな本当にサポート的な後ろの位置でパカ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 するアウトプレイですねがいいかなと思いますが、時々ね3スキンして発作しちゃうとこんな感じで大変なことになるので、これをするんであれば藁だったりとか月光を積んだ方がいいですし、やっぱキャラクター的に HP の伸び率が結構低いので、多分普通に魔法だけのビルドにすると本当に耐えれんですね。そんなにみたいな感じで結構すぐ転がっちゃいますから、そういうのを回避するためにも南極欲しくなっちゃいますが、南極積むと火力不足かなって気がしちゃいますね。もう今回は本当にヘビの牙作らさせられて、なんか全てが何にもないことになっちゃってるので、ちょっと装備これダメですけど、基本的には多分クールダウン靴、 A 型強化、あとはそこから相談かなって感じですね。仮面だったりとか月光だったりとか、いや月光との相性は非常にいいですから月光でもいいのかなって気がしますね。ただ3インのさっきみたいな立ち回りをするんであれば絶対藁ですね。ただまああれは正しくない立ち回りですので、まあ、真似しない方がいいですが、ガンクするシーンは本当に3-2-1めちゃくちゃ刺さりますね。または3-1-2とか、基本的にはもう1打った後ヒット判定見ずにウルト詠唱した方がいいですね。そうすると今みたいな形で1が飛んでる最中着弾同時にウルトが刺さるみたいなコンボができますので、基本的にはもうヒット判定見ずに流れるようにスキルは回した方がいいですね。ヒット判定見てるとウルトがやっぱり発動が、3スキと同じで遅いので、その結果逃げ切れられちゃうみたいなことになりますので、逆に1が当たればスローが入りますから、その結果敵がフラッシュアウトしなければ逃げれないみたいな状況ですね。なので同様の理由でガンク行くときも 3-2-1 でやると、結局3のブリンクの2速射1の通常1の時の後に、スローが入るので、そこですね。3の後通常挟んで2でスタンさせることはちょっと物理的にできないですね。おそらくアタックスピードをめちゃくちゃ上げればワンチャンなのかもしれないですけど、通常は無理だと思った方がいいですね。でデビルハンドも正直ないかなって気がしますね。なんで、まあ、選択肢は南極意外と悪くない推移具合出してくれますけど、南極するんだったら仮面な、じゃあ南極厳選かって感じですね。まあ、今回は円月いますので、まあ、そういうのも含めて早めな月光を叩いてますね。まあ、この敵特に円月いるときは、まあ、ミッドレーナー月光積んどきゃ、まあ、敵のねフック避けることができますから、そういった点からも円月には月光爆刺さりですね。で今回は魔法が多いので蛇の牙だけじゃちょっと耐えきれんかなということで、まあちょっとシャアなしの国士を積んでますが、基本国士は積まなくていいかなって気はしますね。でここコンボがうまくいったシーンですね。言ってる通り3からインして通常で電波させる、その後2スキーで1ウルトスコーンですね、というような綺麗なコンボが決まったシーンですので、まあこういう感じって言うとあれですけど、こういう感じでやるといいですね。たださっきも言った通り3-2ですぐコンボで2スキーで、マークつけるだけのコンボをするとスタンしませんので、今は3した後通常でマークつけて2スキでスタンで1スキウルトで締めるという、まあガンクするときはこのやり方が本当に刺さりますね。
で1スキでマークつけると、まあ、射程の兼ね合いもあるのでそこなんですけど、3スキで通常攻撃強化して通常でマークつけるっていうのがかなりミソになりますので、この立ち回りできるようにしとくといいんですが、これいかんところが3するとせっかくの逃げるブリンクスキルをそれで吐きますので、そこはちょっときつい部分がありますね。盛大にウルトが刺さりましたね。いやサクッと猫いけるかなと思ったんですが、これは私が悪かったですね。思いのほか味方の位置が遠かったっていう、まあ、味方ももちろん寄ってくれたんですが、ここでこちょけましたね。これはサクッと話しとけばよかったですけど、まあ、私がこちょけちゃってるんで味方も一緒についてきて結果大惨事になるっていうことですので、まあ、こういう時は無理かなと思ったらサクッと話す方がいいですね。これはやーべえやつですね。割とマジでバイヤーですね。やっちゃいましたね。ゴミンってやつですね。いやまあこういうのがパーティーだとあるパターンですね。やっぱり野良だったら必ず捨てるシーンが、パーティーだったらついつい付き合ってしまうというところで、いやごめんなさいですね。青龍くんすまんってやつ。まあただ見てわかる通りそこまで壊れてる性能って感じではないので、割といいバランスなのかなって気はしますね。ただ素で、今もわかる通りストレートで当てようとすると割と結構簡単に避けられてしまいますので、ウルトは必ずスタンだったりとかスローを入れてる状態で当てるようにした方がいいですね。ただマークさえついていてウルト当てれば割とごっつーダメージ入りますので、まあそういった点からミッドレーンのまあアウトプレイする100目の CC ないバージョンみたいな感じっていうとあれですけど、まあ100目はウルトががっついのはありますから、まあなんともって感じですけど、ただこれ本当に HP が少ないので南極作ってなかったりとか、まあ今回だったらほとんど HP 上がる装備作ってないと思うんですね。そうするとパコーンで抜かれちゃいますので、そういうのはしっかり気をつけた方がいいよ。本当に思った以上にペライですね。軽く対面のメイジ、例えば100目だったりとか白像とかに余裕でパコられるっていうのは注意しんとかなんです。今回敵の炎月が紐つないでると茂みにいる状態で紐つなぐとつなぎ先見えちゃいますので、ああいう感じでどこにいるかバレますから、そういうところは本当に炎月する場合は気をつけた方がいいですね。まあ本当にサポートが味方の視界をバラすみたいなことよくありますので、茂み待ちしてる時にサポが余裕でスキル打っちゃったりとか、毛量とかによく多い気がします。あと観音とか、本当にそういうのはせっかくの街でキルラインに行けるところがなぜか逆にバレてデスラインになっちゃうみたいなことよくあるので、おもらしはちょっと注意した方がいいですね。まあ打ちたくなっちゃう気持ちも上がらんでもないんですけどね。あとやっぱ月光のクールダウンが非常に短いので、雑に、位置取ってても月光で無効にしてちょこちょこすることができるし、3スキ移動速度が上がるっていうのもまたいい点ですから、あとはこの2スキの処刑みたいな感じで3、2で簡単にやれますので、そこそこクールダウンさえ持っておけば、まあ、1スキのね1秒弱で回るクールに比べたらだいぶ短くなっちゃいますけど、それでもクール早く回りますので、クールダウンビルドの方がいいかなって気もしますね。中国の方で見てきてもやっぱ中国勢もクールダウンでしたね。スケート靴からの、まあ、源泉だったりとか、はたまた月光、中国はスケートの月光が多かったですね。スケート月光に問題集で魔法力マシマシごめんなさいみたいな感じのやつがあったので、まあ、個人的にもそれはいいかなっていう気もしますが、本当に HP だ問題があるので、マジで3スキで生きって前ブリンクした後にキャッチされると即死しますから、そこだけはまあ注意した方がいいですね。ただ処刑は本当にいいですので、3-2のパパーンの速射はしかも射程非常に広いですから、ただいけてねえのが、まあ、さっきから言ってる通り3-2のコンボをずっと押してるんですけど、これ1-3もできるんですね。スキルにも書いてあるんですが、2-3もできるんですけど、2の最中に3するとこれ反対方向に飛んでいくんで、結局追いで使えないんですよね。なんか口で説明すると難しいんですけど、反対側に出ちゃうんですよ、追撃しようとして撃つと。その結果、そうじゃないなみたいなことにフローラの3スキと同じ挙動するんですね。だから、まあ、そういう点からも、それはないかなって気がする。やるんだったら、まあ、1-3-2ウルト、1-3-2フラッシュが終えるっちゃ終えるし、実際2スキの最大レベルの時のヘリダメージ900と魔法がありますから、割と結構死にかけというか2割ぐらいだったら飛ばせるぐらいのパンチ力あるので、そこはいいかなって気しますね。まあただ基本的には3スタートですね。3通常に1ウルト、これが一番安定的に強いコンボだと思いますし、まあ
南極覚醒させておけば、確定スローなので 1,2 が入りやすくなりますから、まあ、そういうところもいいかなと思いますけど、このキャラの場合覚醒させるんだったら、まあ、無難に仮面ですね。仮面の覚醒って、まあ、あんまり触れられてないかもしれないですけど、めちゃくちゃ強くなりますので、モーバとかも南極覚醒が無難かなって気しますけど、仮面覚醒させるとモーバはマジでバカにならんぐらいサポートでダメージ出るようになりますので、まあ結構ね、いろいろと魔法の場合覚醒させていいやつが多いですので、例えば、さっき挙げてないやつでいくんだったらハット国士でめちゃくちゃ硬くなりますので、これもありですし、なんだったらまああんまりまあ微妙かなって個人的には思いますけど、ワラの動ける覚醒だったりとか、まああとはどうですか、まああとはミッドレーナー、よく最近流行りの国士覚醒だったりとか、まあ硬くなるっていうところですね。なんで覚醒先はいいと思いますが、あんまりなんか問題集だったりとか、その辺ですね、耐性のお面とかの覚醒はそこまでなんか必要性を感じないですね。そこまでワンパンしたいかって気がしちゃいますし、あとはまあアグスの覚醒もそうですけど、まあ詰めるキャラが決まってますのでね、って感じはしますね。あとはどっちも通ずることですけど、物理魔法ともにそうですけど、貫通系のアイテムは覚醒いけてないですね。めちゃくちゃ本当に微妙だと思いますね。というところでいい感じに今回は猫ができたので、まあまあというところですが、まあ見てわかるとやることは本当に距離を取らず敵に詰めさせることなく、後ろからパカパカ 1,2 でウルトしながらというようなところですね。近づかれた場合は 1,3 のコンボで簡単に敵飛ばすことができるので、まあ最初のスキル説明で紹介した通り、接敵されたら 1,3,2 ウルトの順押しで、順押しとか、まあ、なんていうんだ、挟み撃ちスロットしないんであんまりわかんないですけど、 1,3,2 ウルトが スムーズ流せば確定で、スタンが入れば確定でレールガン入りますので、それはいいかもしれないですけど、まあって感じはしますね。一応今回に関してはここは仮面覚醒させましたね。南極でもいいんですけどね、南極仮面どっちでもいいと思いますが、個人的には最近仮面お気に入りですね、覚醒先としては。ただまあサポートだったらおとなしく南極覚醒させてスローを打ち込んどいた方がいいのかなって気もしますね。でクールがウルト割と短いですから、しっかりとマークさえつけた状態でウルト打ち込めば本当にドエラ削りますので、3スキで通常強化してウルト砂ガスというような感じですね。本当に3スキからの通常攻撃が割といいものが出るので、これも含めて A 型強化と相性がいいんですね。なんで個人的には本当に A 型はスタンダードに入れてもいいんじゃないかなって気しちゃいますけどね。 A 型南極、まあ、A 型南極、 A 型仮面、 A 型月光、まあどれでもいいですけど、本当に私は A 型お気に入りですね。まあ100目みたいな使い方になっちゃいますけど、まあこの辺は本当に何のビルドが正しいか分かんないので、まあちょっと参考程度にって感じですね。これがいいとはちょっとまだこの段階で言いづらいところがありますね。というところでしっかりとウェーブプッシュして勝ちというところですね。まあスキル精度含めて全体的に浅い部分が多々ありますが、まあ使い方こんな風に使うんかみたいな、スキルこんなもんか程度に見ていただければと思います。応援団は汎用的なメイジですね。いつも通りなものを使えば問題ないかと思いますので、これでいいと思います。まあ団長哲学お好みだと思いますね。動画内だと若干というか大幅に使っている装備が違いますが、まあ、基本的にはクールダウン靴からの A 型仮面あたりがいいのかなと思いますが、まあ、やはりミッドレーナーであっても敵に合わせて装備はカスタマイズした方がいいかと思いますので、まあ、相手を見ながらっていうとこだとは思いますね。おそらくこの A 型自体も賛否両論あると思いますので、まあ、所定中国式月光問題集で火力増し増しもいいですし、まあ、自分の使いやすいようなものでいいのかなと思いますので、まあ、1,2 週間すれば定まってくるんじゃないかなというところで、私はこれでやっていましたという装備の紹介になります。いやー久しぶりにね、コラボキャラクターでそんなぶっ壊れてなく、バン筆頭でもないようなキャラクターパワーで出てきましたので、まあ、今回これに関しては使いたい人が交換すればいいかなぐらいの、キャラクターですね。まあ、現状ロー君だったりとか、その辺はバンだと思いますので、まあ、遠距離からぶち抜けるっていうロマンがあるキャラクターということで、好きな方はぜひやってみてください。よければチャンネル登録よろしくお願いします。